こんばんは。こんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。ということで本日は個別お話し会、どうしても君が好きだの個別お話し会でございました。今お家に帰ってきたんですけど、やっぱちょっとこんな時間になってしまったので、明日はちょっとなるべくお家出る前にできたらいいなと思います、配信。あとちょっとやっぱり ヘトヘトだちょっと15分ぴったりぐらいに終われたらいいなって思ってます。ちょっとR1 だけ買ってきたのでこれだけ飲みます。みんなも体調気をつけてね人が集まるからね、お話し会とかは。そう、メンバーでも体調崩してること本当に多いので、ちょっと西も気をつけるわ。私も人が集まるとこ行ったら割となんか体調崩しやすかったりするので、ちょっとマジで R1 様様で頑張る。疲れた。やっぱ直接会うとやっぱりテンション高くなって結果的にヘロヘロになっちゃうね、こう終わった後。そう、でもすっごい楽しかったです。ヘロヘロになった分すごく楽しかったです。話だねって、そうね、足がそうむくみまくってるね。そう、今日靴下履いてたんですけど、靴下の跡が取れない。いや、お風呂でマッサージして寝て、いや本当にマッサージするわ。お風呂お椅子用意してもらえないのって。お椅子ないみたい、なんか多分昔あったんだけどね。でも昔も毎日使ってなかったから椅子、まあ椅子は別にあれなんですけど、そう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 、ないのって。どうなんだろうな、今日は誰も使ってなかったと思う。ゆきりん座ってたやつ、あ、ほんと？でもしかしたらスタッフさんに聞いたらあったのかもね。そう、かな。ない、でも嬉しいですね、こう直接お話できるのは。あとやっぱりオンラインでしか会ったことないよっていう方もう割と多かったんだなと思って、やっぱりそうやし、逆にオンライン来てなかった方、今日実は初めましてみたいな人もめっちゃ多かったんですよ。あのオンラインでは話してたけど、こうやって直接会うのはめっちゃ久し、あのめっちゃじゃない、初めてですみたいな。そう、
ていう方もたくさんいたし、逆にオンラインを一回もやんなかったから3年ぶりぐらいに直接お話できますみたいな、そう方も結構多くて、どっちも多かった。そうなんですよ。いや改めてこう現場にね来てくださるファンの方がたくさんいて嬉しかったです。うん、今日も完売してたし明日も完売してるので、そうですね、うん、嬉しかったです。そうそう、あと案外距離がすごく近くて嬉しかった。なんか大西が想像してたのは、なんか前全国お話し会みたいなのあったんですけど、その時にはだいぶ離れた距離で、でマイクをなんかマイクを使ってなんかやるみたいな感じだったんですけど、もう今回は全然あの握手会やってた時の距離で、ただあの薄いなんかシートみたいなのが吊るされてたやつ吊るされてたっていうぐらいだったので、割と距離もすごく近くて嬉しかった。うん、明日おしましできひんって、明日はもうできないね、おしまし。ありがたいことにおしましはできないです。ありがとう、来たいと思ってくれた、もしかして、ありがとう。めっちゃ近かったってね、めっちゃ近かったよね。声大きくした方がいいですかって、そうね、ファンの方はこうマスクをつけてくださっているので、割とこう声をはっきりめにしてくださった方がうんって聞き返さなくて済むかもしれない、の方がスムーズに会話ができるかも。そう、大西も、どう、大西どうだろう、聞こえやすかったかな、めっちゃ声張ったつもりではいた。そう、あ、聞こえてたやつ、本当よかった。そう、楽しかった。そう、あとあの今日面白かったのが、あの今日本当にもし何部あったんだろう、5部あったと思うんですけど、なんかありがたいことに全部完売してたんですよ。本当にありがとうございます。でだから完売してたから、あのまあこれはたくさんの方、たくさん、まあ並んでたんですけど、いっぱい、ただはすごい嬉しいなって思ってたら、みんなきっとまとめ出しがしたいっていう気持ちが強かった方が多かったっぽくて、途中スンって、あれ、あ、だ誰も来ないなみたいなあれ、はい、誰も来ない、あれあれ、めっちゃ呼んでんねんけどさ、誰も来へんのそうやから、そう、あの来てくださったファンの方にもうループしてって言って枚数少なくしてこれループしてって言ってそう頼んで、そうループしてくれて、そうなんとか、そうファンの方がつないでくださったっていう、そうそう、たくさん救われました、ありがとうございます。そう、面白かった、そのなんかあれ列途切れたっていうあのヒヤッと感もちょっと久しぶりに
ありました。そう、面白い。そう桃ちゃんの連終わり時間押しがちだったよねって。ね、なんか合間の休憩3分とかしかないのバイバイってやって戻ってよし座ろうと思ったらあれもう行きますかみたいな。そうそう、いやありがたいことだけどね。そうでも毎回最後ビリッケツは佐保さんだったので、そう毎回ビリッケツって言いながらはけてきた大西そう大西は最後から2番目のことが多かったですビリッケツってヤジ入れて3回ぐらいヤジ入れたそう楽しかった。あれね、なんでなんでなのかね、時間なかなかね終わんないんですよね。そうあれもしもし不可なんだけどなとか思いつつ、そう難しいね、あれとかもそうだけど、あれなんだっけ、サインのやつもそうだけど、あ、そう、リミスタだ。そう、リミスタとかもそうだけど。あ、でもね、大西苦手かもしれない。なんか時間守るの。おかしいな。守ってるつもりなんだけどな。おかしいな。なかなかこう、うまいこといかないんですよね。おかしい。そうそうそう。楽しかった。鍵閉めしたい人が多いのかなって。いや、そんなことないと思うよ。うん。全然、なんかそこにこだわり持ってる人あんまいない気する。ね、そう鍵閉めって、そうなんか握手会で最後に来るファンの方は鍵閉めって言って、最初になる人は鍵開けって言うんだよね。うん、なんかこだわる方もねいらっしゃるとは思うんだけど、そうね、でもあれなあれ別にいいよねえ、なんで鍵開けと鍵閉めしたいんだろう、わからん、なんでだろう、そうこっち目線だと記憶に残りそうだしねって、あ、そう一緒だよそう誰が来てくれたかっていうのが主なので、別に順番はねあ何も関係ないよそうあれ本当にね何も関係ないと思うにし、誰かが言ったのかな、やっぱ最後の人は印象残るわみたいな言ったのかなうん、そう何番目に来たかじゃなくて誰が来てくれたかなので、来てくれた時点で印象は残ってるんだよ。だから別に最初とか最後とかねこだわらなくていいと思う。うん、ね、分からない、もしかしたらそういう人もいるかもしれない、最後の人だけで記憶に残ってるメンバーももしかしたらいるかもしれないけど、大西の場合は
全然関係ないからあんま気にしなくていいよ。順番にこだわらずにいつでも来て。うん。ただね、枚数がちょっと多いとかなるとね、最後の方にっていうのはすごあれわかるけど、そうね、あの後ろの方待たせちゃったりとかねするかもしれないからっていう場合はまた別になってくるけどね。100枚出す人とかいるのってね、人によりけりだろうね。でもね、嬉しいよね、たくさん出してくださったりとか。でもいるよね、うん、すごいよね。15分経ってありがとう。じゃあ寝ましょうかね。寝ようかな。ちょっとお風呂入ってとりあえず足のむくみを取ってくるわ。ゆっくり休んでって優しい、ありがとう。今日来てくださった方も本当にゆっくり休んでくださいね。明日来るよって方もきっといらっしゃると思うので、明日に備えてゆっくり休んでください。ありがとう。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思うので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位カンタムさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバアットマーク大西さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がヨッチャンドユーももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がユミタン、ありがとうございます。イエイ。そして11位がオヤちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がレベッカソンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がタケちゃんとマーク大西軍さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとう、ありがとう。これだけ飲み切るわ、最高。体調崩しませんように。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、明日は寒いらしいからね、お前が言うなよって話かもしれんけど、明日寒いらしいからみんなも服装気をつけてね、来てくださる方とか、あのお出かけする方は。じゃあね、おやすみなさい。またね、バイバイ、休み。